なやちゃん、お誕生日おめでとう。こんにちは、こんばんは、えいです。今回はこちらのなやちゃん誕生日記念水着衣装のボックス勧誘をやっていきたいと思います。とはいっても、こっちはね、サイン付きは、無課金税には人権がないので言い方ね。で、こっちですね。で、こっちの勧誘をやっていきたいと思います。前回はエリちゃんの時弾いた時は過去のものも出てくる感じだったんですけど、今年からはもう新しいのしか出ないようになってるんですかね。でも私全然持ってないので、本当に花代ちゃんの UR を全然持ってないので弾きたいんですけど、すいません、必死に集めてこれでした。ちょっとね、もうちょっと前もって考えておけばよかったんですけど、ちょっと最近忙しくて英語でしか貯められなくて、それでも花代ちゃんが出たらいいなと思ってやっていきたいと思います。はい、11円ですね、最初の。花代ちゃん1枚出たら終わりですもん。あれ、なんかまた全部花代ちゃんに戻ったんですか？え、嬉しい。あ、かわいい。はい、ということで、こんな感じですね。あ、でもこれ、前に戻んないといけないのか。それはめんどくさいな。1個貯めればね、確定なんですけど。あ、かわいい。本当に、花代ちゃん、どれもかわいいんだよな。全然出ないな。はい、次。お願い、お願いだから、ああ、だま。ダメだな、これは。そっか、確定じゃないもんね。ね、お願い、痛い、花代ちゃん。全然だな、本当に。やばい、もう終わるんだけど。はい、必死に貯めたのが秒でなくなる。あ、でも結構いい感じ。でもくるんないからね。あー、もうかわいい。あ、かわいい。チャイナドレス似合う人にいいな。着たことないけど私。はい、マジで全然出ない。しかも持ってないのもないのかな、このボックスに入ってる中で。はい、最後だ。もうダメじゃん、こんな。ありがとうございます。ということで、こちらの今回の UR の花代ちゃんを弾くことができました。待って、めちゃめちゃ可愛い。え、めっちゃ好き。本当に嬉しいです。ありがとうございます。はい、ということで、今回はもう前回の去年が結構ひどかったので本当に怖かったんですけど、無事に最後の最後で花代ちゃんの UR を弾くことができました。花代ちゃん、お誕生日おめでとうございます。もうね、好きになって、初めて好きになったのが小学校6年生の時なんで、もうめっちゃ長くなったんですけど、これからもずっと応援してます。素敵な一年になりますように。はい、ということで、ここまで見ていただいてありがとうございました。よければチャンネル登録とコメント、よければ Twitter と TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。バイバーイ。